まずは先月1日から農林水産省が行っている全国版 GoTo イートキャンペーン、オンライン予約によるポイント還元です。グルナビやホットペッパーなど13社のグルメサイトを窓口にして、サイトから登録店を予約し利用するとポイントがもらえるキャンペーンです。ディナーで1人につき1000円分、ランチで500円分、最大10人分のポイントを予約者がゲットすることができます。そして今日からは各都道府県ごとにプレミアム付きの食事券を販売する高知県版 GoTo イートがスタートしました。ただいまより高知県 GoTo イート食事券販売開始いたします。どうぞ前を進めください。食事券を販売する場所の一つ、高知商工会議所には今朝の販売開始前から70人を超える人が列を作りました。このキャンペーンでは 25% お得なプレミアム付き食事券が発行され、県内の商工会議所などでは5000円分の食事券を4000円で購入することができます。窓口で購入申込書に記入すれば1人1回あたり5セットまで購入できます。購入の回数に制限はありません。食べに行ったりも気を使ってどうしようかなって悩んでる時なので、こういうのがあったらちょっと行ってみようっていう足が運べるようになるので、とてもいいと思います。活性化してね、これを機に、まあ、少しでも潤ってもらって、またいい食材を使って、高知県の食材を使ってまた美味しいものを作っていただいたらと思います。 25% お得なプレミアム食事券はもう1種類あり、ファミリーマートでも購入できます。ウェブサイトで事前申し込みをすれば1万円分の食事券を8000円で購入できます。今約1100店舗以上ご登録いただいてて、まあ一つこう新しいお客様来ていただくきっかけになればという思いで、高知県版 GoTo イートの参加店は今日現在で1132店、高知市では669店が参加していて、参加店舗はホームページで確認できます。こちらはキャンペーンの参加店の一つ、明神丸帯屋町店です。明神丸は県内に6店舗のほか、東京や岡山にも店舗を構えています。帯屋町店ではコロナの影響で4月からおよそ1ヶ月休業したことも影響し、売上は一時半分まで落ち込みました。コロナの収束が見えない現状を打開するため GoTo イートキャンペーンに参加しました。大変、期待しております。県内の皆様、地域の皆さんの笑顔が少しでも増えればいいなと私と思っております。また明神丸の姉妹店、帯屋町の土佐の囲碁裾亀治は4月7日から休業していましたが、 GoTo イートの開始に合わせて今月6日から7ヶ月ぶりの営業再開を決めました。このキャンペーンは全国版ではオンライン予約では利用客ごとに店側が仲介料を払わなければいけませんが、高知県版では店側に経費が一切かからないので参加しやすいのが魅力です。こちらも参加店の一つ、広島風お好み焼き機関車です。広島出身の夫婦が作る本場のお好み焼きが人気のこちらのお店、新型コロナの影響で4月から半年間売り上げがおよそ3割落ちましたが、テイクアウトの需要で売り上げをカバーしてきました。テイクアウト専門店はキャンペーンの対象外ですが、飲食店として営業しながらテイクアウトも行っている店では、テイクアウトの品物もキャンペーンの対象となります。お客さんらもかなり問い合わせも実際僕にも結構ありまして、ね、お客さんも喜んで来てもらえるんじゃないかと確信してます。で、うまいはコロナに負けないというコンセプトで、これからも頑張ってお客さんに提供していきたいと思います。
参加店は来年2月まで募集していて、今後もさらに増える見込みです。プレミアム付き食事券の販売は来年の1月末まで、利用期間は今日から来年の3月末までです。さあ、仕組みはお分かりになりましたでしょうか。ここで改めて券番のお食事券の購入方法をおさらいしましょう。食事券は5000円分と1万円分の2種類があります。まずはこの5000円分ですね。購入できるのは商工会25箇所と商工会議所6箇所です。販売価格は4000円。そしてこちらは直接窓口に行って現金で支払いますので、インターネット環境がない方も簡単に購入することができます。そして代わって1万円分の食事券は全国のファミリーマートで8000円で販売しています。ただこのファミリーマートの購入、事前のインターネットの予約が必要なんですね。まず高知県版の GoTo イートの専用サイトから食事券を購入するをクリックします。そして次のページで食事券ウェブ申し込み、これを押しまして、次のページからメールアドレスを打ち込みますと13桁の番号が送られてきて予約が完了となります。その番号をファミリーマートの店内にある端末に打ち込んでレジで支払うと、やっと食事券が購入できるという仕組みです。そして今日の行列を見てまだ買えるかなと心配になった方もいらっしゃるかとは思いますが、商工会などで35万セット、ファミリーマートでは45万セットが用意されていて、まだ余裕はありそうです。ただ GoTo 商店街の一環として高知市が独自に企画したお待ちで食べて飲んで得クーポンは、昨日3000セットが即日完売したということです。ここまで GoTo イートについてご紹介しました。